ガッチャンです。今日11月5日です。今日ね、朝から、ゆる活をやってました。ゆる活の報告を最近動画であげるのが最近楽しみになってきたガッチャンです。ガッチャン2回言った？もしかして、まあ、適当さは私の代名詞みたいな感じですけども、今日は長岡、ここね、新潟県長岡市ですが、長岡市の市長選挙に2回出馬した、私と同い年ぐらいなんだよねの藤井さん、藤井森光さんをお招きして、今日は全部で7人だったかな、6人だったかな、で、朝活、夜活をしてました。で、藤井さんはですね、理化学研究所を辞めてお坊さんになって、そして市議になって市長選に出たという、なかなか特殊な経歴の持ち主なんですけども、その方を交えてどんなお話をしたかというと、まず最初はね、なんで理化学研究所、科学研究所って言ったらエリートじゃないですか。そう、普通に考えれば理化学研究所を辞めてお坊さんになったのかなっていうお話から、お坊さんになったはいいのにすぐに辞めたじゃない、お坊さんのまま市議会議員選挙に出たのはなぜとかね。そして、その後に、今度市長選ってどういうことみたいな、そんな経緯をお話し聞きました。ね、その後は、お坊さんですからね、僕らしっかり知りたかった、いろんなお寺の話とか、お寺もね、宗教っちゃ宗教ですからね、宗教のお話とか、現在の政治と宗教のお話とかね、そして、世界中のいろんな宗教のお話とか、まあ、そういうことを宗教っていうフィルターを通さないで素になってみんなで話を聞きたいっていうことをお願いしたところ、まあ、いろんなお話を聞かせていただきました。まあ、そんなわけで、ちょっとなぜこのバッグがこうなってるところで撮ってるかということは後でブログに書きますが、はい、より詳細を知りたい方はこの下のところにね URL を入れてあるので、ブログに飛んで中身を読んでみてください。ガッチャンでした。